皆さんこんにちは。今日はこのような会を企画していただき、また多くの方々に出席していただき、また遠方からお越しの方もいらっしゃる、どうもありがとうございます。またこの会を企画運営してくださっている、スタッフの皆さんにも感謝申し上げます。今日は所長として最後の講演ということなので、思いの丈を吐き出そうかなと思っているんですけども、今この写真は、センター棟の竣工式でありまして、一番右に私が多分いるんですね。そして、左から2番目が富塚市長なんですけども、開設当初はですね、一握りの地元の方々に熱狂的に歓迎していただきまして、本当に嬉しかったです。非常に心細く、私自身東京生まれ東京育ちで、どうなるかと思ったんですけども、熱狂的に歓迎してくださった方、飲みに連れてってくださったりですね、本当に嬉しかったです。それから富塚市長はですね、この慶応誘致するという、大勝負に出て、で、即効性は全く期待できないプロジェクトですけども、次の世代の種に種をまくんだといって、20年30年50年先を見越した、プロジェクトだったんですけども、富塚市長が私に言ったことは、富田さんに期待することは一つだけだと、世界が振り向く研究所にしてください、以上というふうに言われまして、これを聞いて僕は武者振りをした記憶がございます。はい、でこれは2015年の段階です。8年前ですけども、先端研の学生たちが、博士号を取って、科学者となった、これは大学に就職した人だけをリストをしておりますけども、たくさんの人たちが世界中で活躍しているということです。で、荒川さんはこれ昨日のプレスリリースというか、今日の新聞にも載ってますけども、次期所長を やっていただく務めていただくということになっておりまして、で、荒川さんはですね、ただものじゃないんですけど2001年に先端研ができた時には学部生、学部の多分2年生ぐらいだったと思いますが、それが学部の4年生の時に国際学会で賞を取って、で2003年に塾長賞という、慶応の学生からしてみると最高の栄誉ですね、年間数人しか受けられない塾長賞を受賞して新聞記事にもなり、でこれは多分ですね、ここに右から3人目が荒川さんなんですけども、多分この大学院の卒業式の後の飲み会だと思うんですけども、とっても楽しそうな仲間に囲まれてやってますけども、彼の何ていうか人間味のあるところはこんな感じで、すごく楽しい人です。高校生の話をしたいと思うんですけども、慶応大先端研の脱優等生教育というテーマで、山形放送さんが去年の年末に流して、いただいたものを数分にまとめてあります。今日の研究助手として任用する。高校生研究助手と特別研究生になったのはこれまでに延べ310人。放課後に生徒たちが先端研を訪れ、それぞれの研究に取り組みます。所長の富田さんの狙いは教科書だけの勉強からの脱却でした。教科書には全部正解が書いてあるんですよ。試験のために勉強するっていうことではなくて、自分がやりたいものを見つけてそのために勉強する、そうすると勉強は楽しいんですね。はい、でこれが左にですね、高校の名前が書いてありますけども、地元鶴岡および酒田東、酒田南の高校生を受け入れて延べ307人になります。最初に受け入れたのは鶴岡中央高校の研究助手4名ということになります。でそのうちの一人、松田里良さんは今 HMT 社で研究職として活躍しているんですけども、元は中央高校出身で研究助手をし、その成果をもって栄養入試で慶応大学の環境情学部に入学し、しばらく神奈川県に出ておりましたが、大学院でまた鶴岡に戻ってきて今は HMT 社で研究職をしているということになります。また今年、2022年、去年はですね、この渡辺くんが鶴岡中央高校から、これも研究助手だったんですが、
栄養入試で、東海大の工学部に入りまして、その後国立先端科学技術大学院大学で修士号と博士号を取って、去年の4月先端研の研究員として今働いているわけであります。その他に3人今年中にドクターが誕生する予定であります。